1月2日夜、卓国の岩屋極書。鬼子に扮した子供たちが準備をしていました。毎年この日には鬼祓いと言われる神事が執り行われます。これは2日から3日にかけての深夜に行われる主生会と言われる法会の一つで、厄除けを祈願するために行われます。午前0時、ホラ貝の合図とともに先頭、払い役、松明、鬼子、火消しの行列が毘沙門堂に入ります。堂内から一升餅が投げられました。この餅の上でごま炊きが行われ、焦げ方でその年の農作物の出来が占われます。今年の米は大豊作、夏は過ごしやすいが秋のもみじは今一つと出ました。その後、道内では卓国岩や毘沙門神楽が奉納されました。極書に戻り、先ほどの餅が振る舞われます。無病息災の御利益があるとされ、参拝者は一年の無事を祈りながらお餅を頬張りました。